パリ五輪は6日、スケートボード女子パーク予選を行い、東京五輪金メダリストの四十住桜は79.70点で10位。予選上位8人による決勝進出を逃した。自身の乱を終えて暫定4位。他の選手の結果を待つ中で発した、人の失敗は祈りたくない、という言葉がネットの共感を呼んでいる。四十住は自らの3本の乱を終えた直後のインタビューで、 めっちゃ二連覇しようと思ってきたので、ワン、ツー、スリーの中にいたかったんですけど。最後まで諦めずに、でも人の失敗は祈りたくないのでと複雑な心境を口にした。さらに、でも決勝には行きたいので、ちょっと変な気持ちになっちゃうんですけど、行けるように祈りますと続けた。この言葉に、ネット上には感動の声が溢れた。誇り高きスピリット武士だわ、金メダル。 人間的すぎててっすアスリートとして当たり前なのかもしれないけど、さらっと出てくるのかっこいいよ。素敵すぎてハッとなった、このよそずみさく桜の発言は金メダルに勝る、フェアプレー精神を持った素晴らしい人柄だと思うとコメントが並んだ。さらに、スケートボード選手の関係性についても、スケートボードの選手って本当お互いリスペクトしててかっけええと思う。めっちゃ性格いい子や、 スケボー女子、みんな仲良さそうだもんなぁと声が集まっている。